この絵で後ろの息子の死体に父親の男が平然としている理由、ご存知でしょうか？これはブルートゥスという男の家族を描いた作品です。背後には死体となって運ばれてきた息子が、右側にはそれを嘆き悲しむ妻が、そして左の手前には険しい顔のブルートゥスが描かれています。息子が死んだのにブルートゥスは動揺している様子がありません。それはブルートゥスが息子を処刑したからなのです。ブルートゥスは実在した古代ローマの人物で、王政を倒し共和制を打ち立てた初代執政官でした。しかし彼の息子は王政復古と国家転覆を企んでいた人物で、つまり息子は国家に反逆する犯罪者だったのです。国と家族どちらか選ばなければならない。ブルートゥスは無情にも国を選び家族を処刑するのでした。ブルートゥスは暗い影の中で描かれ、悲しむ妻と対比すると悪にすら見える表現となっていて、単純な正義の人物として描かれていません。この絵画の発表は絶対王政が民衆により倒されたフランス革命と同時期で、当時のフランスの時代と社会のシンボル的作品となっています。共和制の大義のために家族を犠牲にした古代の男が描かれたジャック・ルイ・ダビドによる作品でした。